ですね、今日本語っていうのは、ウズベキスタンだけじゃなくて、中国、韓国、ベトナム、フィリピンや、たくさんの国々で日本語を学んでいる人は、います。そしてその日本語を勉強することによって、そのもちろん学校に行きたい、大学で勉強したい、日本の大学で勉強したい、それだけじゃなくて、やっぱりその日本語を勉強することによって、あなたたち その人生の可能性っていうのは限りなく広がると思います。やっぱりそのタイにしろ東南アジアにしろ、たくさん日本の会社がありますから、そこでやっぱり働くチャンスもできるし、たくさんそのチャンスが生まれると思います。